午前3時から、前日の乾燥させたイグサの保管を終わりまして、これから今日のイグサを刈り取りをするためにコンテナをフォークリフトで移動させている作業になります。とにかくイグサの朝と朝は早い。頭が下がります。これがだいたい6パレットあるそうです。1日、この6パレット分を刈り取りをして、乾燥機にかけるこの作業を繰り返します。